それでは、徳島県の第5回新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催をいたします。本日の議題は、緊急事態宣言にかかる本部の対応及び、徳島県対処方針の変更についてであります。まず、危機管理環境部から、報告をお願いいたします。危機管理環境部でございます。まず緊急事態宣言の内容についてでございます。アルファベットになりますと、お手元の資料1をご覧ください。4月7日、政府によりまして、新型コロナウイルスの特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されました。今回の緊急事態宣言とは、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える恐れがあり、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼす恐れがある場合に、特措法第32条にもされるものでありまして、この宣言により、不要不急の外出自粛の要請でありますとか、学校、遊戯施設等の施設の使用等制限の要請が可能となるほか、臨時の医療施設における医療の提供義務等が発生することとなります。期間は4月7日から5月6日までの1ヶ月間、実施については東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県の区域であり、本県は対象となっておりません。県によりましては、県民の方々の緊急事態宣言が出されることで、自分たちの生活にどのような影響が出てくるのか、といった声にお答えするために、資料2にございますが、県ホームページ等におきまして、緊急事態宣言 Q&A を掲載するなど、分かりやすい情報発信に努めてまいりたいと考えております。次に、新型コロナウイルス感染症対策の対処方針の改正についてでございます。資料3をご覧ください。緊急事態宣言の実施と合わせて、政府の全般的な方針を規定した基本的対処方針が改正されたところでございます。今般の改正によりまして、新たに外出自粛協力要請をはじめ、緊急事態宣言の対象となった都道府県が実施する措置でありますとか、その他の都道府県におきましても、近隣の緊急事態宣言の対象となった都道府県が、さまざまな措置を行うにあたり、要請があった場合に必要な支援を行うことなどが規定されておるところでございます。資料4をご覧いただきたいと思います。今お配りした資料4でございますが、この国の改正を踏まえまして、本県で3月29日に策定しました、本県の対処方針につきまして、例えば2ページ目、2ページの上段にありますように、3つの密を避ける取り組みのさらなる強化でありますとか、8ページの中ほどの右側と下の丸3にありますように、近隣の特定都道府県からの要請に応じた支援を行うなど、国の対処方針と都庁を合わせる形で、本県の対処方針を改正いたしたいと考えております。なお、最終的な成案にする段階で、若干の表現等の変更が生じることもありますので、その点はご了承いただきたいと思います。最後に市町村における対策本部の設置状況についてでございます。政府による緊急事態宣言がなされた場合に、特措法に基づきまして、すべての市町村で対策本部を設置しなければならないこととされており、本件におきましてはすでに全市町村において設置されておりますので、ご報告させていただきます。引き続き感染拡大の防止に向け、市町村とも連携の上、万全を期してまいりたいと考えております。以上でございます。次に、現在の感染者の状況、それから学校の臨時休業、それから東京本部及び関西本部での対応について、この3つについて、それぞれ保健福祉部教育委員会政策総監から報告をお願いいたします。はい、それではまず保健福祉部から現在の発生状況についてご報告いたします。国内の新型コロナウイルス感染症の発生人数は、厚労省の発表によりますと、4月6日の12時現在、3654人、国内での死亡者は73名でございます。都道府県別では東京都が最も多く1040名、また今回緊急事態宣言の対象地域となった7都府県の合計は2391人であります。鳥取、徳島を含む関西圏の感染者数は786人となってございます。なお直近の数字で申しますと、昨日の報道で東京都で新たに83名の感染が確認されたとのことでございます。
国内におきましては、東京や大阪など都市部を中心に新規感染者数が急増し続けており、また会食に参加した学生の間でクラスターが発生するなど、若者による感染拡大を懸念されております。ついに本県における状況でございますが、4月7日までに208件の PCR 検査を行っており、陽性は3例でございます。件数比較的少ない状況ではございますが、いざという時に備えた医療提供体制の充実を進めておりまして、昨日の県新型コロナウイルス感染症対策協議会におきまして、県内での入院受け入れ可能病床数を現在の40床から130床まで増やすということを関係医療機関等と申し合わせたところでございます。ただしまずはやはり県内における感染発生の防止拡大の防止に全力で取り組む必要があるというところでございまして、これまで以上に緊張感を持って対応していく必要があるところでございます。教育委員会でございます。教育委員会につきましては、4月1日に文部科学省が改定いたしました臨時休業の実施に関するガイドラインをもとに学校再開について検討を行い、4月3日でございます県立学校に対し春季休業を明ける4月8日から学校を再開するように通知するとともに、市町村立の学校についても同様の対応を要請したところです。しかしながら、昨日内閣総理大臣から特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、その対象地域には東京都本土より大阪府、兵庫県といった本県の近隣地域が含まれており、都市封鎖はされないことから、これらの感染拡大地域から本県への危険者等の移動が増加し、県内においても感染リスクが高まることが強く懸念されます。このため、児童生徒への感染を通じて学校での集団感染発生の危険が高まることが予想されることから、本県の児童生徒の安全を最優先に、学校でクラスター感染を発生させないとの方針のもと、より一層の万全を期すため、こうした状況の変化に即応し、再度、県立学校の一斉臨時休業を行うこととし、併せて市町村立学校についても、同様の対応について要請を行いたいというふうに考えております。具体的には4月11日土曜日から政府の緊急事態宣言の周期である5月6日水曜日までを新たに臨時休業の期間としたいというふうに考えております。また臨時休業にあたりましては、教科書等の配布、臨時休業期間中の家庭での健康観察や家庭学習等の指導を行うため、4月8日水曜日から4月10日金曜日までを臨時休業に備えた準備期間として登校日を設けることとしたいというふうに考えております。また始業式入学式につきましては、大半の学校で本日または9日に予定されていることから、3密を避け感染症対策を十分に行った上で予定通りの期日に最小限で実施することとし、部活動についても臨時休業の趣旨に鑑み、5月6日までの期間、校内外での練習や対外試合、演奏会、発表会、県外衛生大会等の参加を含め中止をするということを考えております。今後とも日々変化する状況に的確に対応するとともに、児童生徒の健康と安全の確保により一層の万全を期すべく全力で取り組んでまいります。以上です。続きまして、東京関西本部の新型コロナウイルス感染拡大の分解でございます。東京関西本部におきましては、これまで感染防止対策として時差出勤や在宅勤務を積極的に活用し対応してきたところでございます。緊急事態宣言発令を受け、本部機能を維持するため3班体制の勤務シフトを導入し、残りの職員は在宅勤務とするとともに、出勤時においても3密を避け、マスク着用、手指消毒、うがいを再度徹底いたします。また職員が感染した場合には、感染者、濃厚接触者を除く職員による勤務シフトの再編し、執務室の消毒を実施の上、勤務を継続することといたしております。今後とも状況を注視しながら、適切な職員の感染防止対策を講じ、両本部の機能維持を図ってまいります。以上でございます。その他何かあるんでしょうか。それでは知事からご指導いただきたいと思います。はい、昨日、国の方から改正特措法に基づきまして、緊急事態宣言、これが対象地域として、いわゆる東京圏、
東京、千葉、神奈川、埼玉、そして大阪、兵庫、さらには福岡と、いわゆる7都府県に発せられたところであります。そしてさらにはこれを受け、基本的対処方針も改定がなされたところであります。その意味では我々としてもしっかりとこの事態を受け止め、そして先ほど全国知事会議、こちらの緊急対策本部を開催したところでありますが、この対応について我々はしっかりと行っていく必要がある。何としてもこの7都府県、この感染拡大を共に力を合わせて、そして防止をしていく、これが何よりも重要となるところでありますので、この点をまずしっかりと踏まえていただきたいと思います。そこで私の方からは以下4点指示をいたしたいと思います。今も申し上げた国の基本的対処方針が改定となりました。これを受け徳島県対処方針も変更をすることとなりますので、速やかに変更を行う。特にこの対象となった7都府県への要請、さまざまなからの要請支援、こうした点についても盛り込んでいくこととなりますので、この点についてはよろしくお願いを申し上げたいと思います。さらに第2番目、今教長さんからもお話がありました、学校の臨時休業についてであります。本来ですと8日始業式、9日入学式という形で新学期がいよいよスタートを切る予定であったわけではあります。しかし改正特措法に基づき史上初の緊急事態宣言が出されたところであり、特にこの対象の7都府県の中には関西広域連合で共に組んでいる大阪府、兵庫県も入っているところでありまして、また先ほどの緊急事態宣言を受けての宣言を新たに全国知事会から発することとなりました。この中には対象都府県の住民の皆さんに往来を自粛をしていただきたい、こうしたメッセージを強力に発信をしているものの、総理が国会などで答弁でも都市封鎖はしないんだというお話が出ております。となりますと当然この対象指定地域の方から本県への方へ移り住んでくる、こうしたことも当然のことながら考えられるところであります。そのためには本県の児童生徒の皆さん方の安全安心を最優先をさせ、学校ではまさかのクラスター集団発生、これをさせないというその方針のもと、より一層の万全を期するため、4月の11日の土曜日から5月の6日水曜まで学校を臨時休業といたしたいと思います。なお本日8日から10日までの間はそのための休業準備期間と定め、それぞれの学校において異論なき対応を求めていきたいと思います。次に3番目として自粛要請についてであります。今回緊急事態宣言対象となった7都府県、こちらに対してまさにそれぞれの知事さん方が行っていく対策の効果を最大限に発揮をしていただくために、県民の皆様方にはこの7都府県に対しての往来をぜひ自粛をしていただきたいと思います。また指定をされなかった北海道、愛知、京都、和歌山、先ほどは京都につきましても西脇知事の方から、西村大臣の方から京都も大変要注意をしなければいけないエリアだと、このように言われているんだとお話もあったところでもあります。北海道、愛知、京都、そして和歌山、こちらも感染者の数が増大をしているところでありまして、要注意先道府県として不要不急の往来を自粛を求めたいと考えております。さらにもう一つ、緊急事態宣言対象の都府県からおいでにもしなられた場合でありますが、2週間程度の外出の自粛をお願いをしたいと思います。そして4番目、県民の皆様方への情報発信についてであります。県民の皆様方にはとにかく行動変容をしっかりと行っていただきたい、改めて注意喚起を行いたいと思います。一つには3密、密閉密集、そして密接を徹底的に回復する、そうした対策を講じるとともに手洗い、また咳エチケットを心がけていただきます。さらには緊急事態宣言対象都府県である東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県への往来を
ぜひ控えていただきたいと思います。そしてご親戚や知人が緊急事態宣言対象の7都府県からもしおいでになられた場合、2週間程度の外出の自粛をお願いをしたいと思います。以上3点県民の皆様方に求めてまいりたいと思います。なお前回の会議で今申し上げた点などについて、そのフレーズをより分かりやすくしていこうということがありましたので、今後の広報に用いるこの3密あるいは今申し上げた7都府県に対しての往来、あるいはそれらのエリアからお越しになられた皆様方への対応、こうした点を分かりやすく広報していきたいと思いますので、これにつきましても皆様方から市町村関係団体元よりのこと、さまざまなところでご活用いただきたいと思います。以上4点今回発せられました緊急事態宣言、何としても早期のこれが解消されますように、7都府県の知事は元よりのこと、しっかりと徳島をはじめ47都道府県が一致結束をして対応をしていきたい、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。以上で第5回新型コロナウイルス感染症対策訪問会議を終了いたします。それではしっかりと取り組みを進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。